くなりましたけど、新年、明けまして、おめでとうございます。2015年も、よろしくお願いいたします。今回は、評価は良くなかったんですが、2015年、最初の動画ということで、投稿させていただきました。あと、自分へのお年玉として、ちょっと高めな釣り具を、購入しました。さて、何を買ったでしょうか？まあ、今回の動画で、わかると思いますけどね。簡単に言えば、僕の中で、最強装備になったという感じです。でも、今年の3月に発売される、シマノのツインパワーも、買おうと思っております。今、僕が釣りたい魚は、ヒラメ、シーバス、サゴシ、メバルです。頑張るので、よろしくお願いいたします。あと、車を出ミオから、AZ ワゴンという軽に、乗り換えました。11月中旬に、故障してしまいまして、乗り換えたというわけです。普通車から、軽に乗り換えると、馬力がないことが、よくわかります。でも、ちゃんと走ってくれるので、僕にとって、軽で十分ですよー、って感じです。あ、ハンドルカバーをつけた理由は、太い方が、握りやすいので、つけているだけです。ってことで、スタートが強いな。
本当にね、小松の匂いが。なるほど。
がかりか。売ってる方がいい？ああ。ボラか。なんだ。いや下見上げだ。下見上げだ。いる下ビラ道場このサイズだったら一食分、まあ、うん軽いおつまみ程度下ビラビラ